巨大なユニロイヤルタイヤの広告 US ラバー社はタイヤ、およびその他の合成ゴム関連製品の米国メーカーであり、1892年にいくつかのゴム会社を合併してコネチカット州で設立され、その後ユニロイヤルを経て1990年にフランスのミシュランに買収された。US ラバーは1892年にトラストの父と呼ばれる。 チャールズ・フリントによっていくつかのゴム会社を合併して、コネチカット州ノーガタックデータイヤ及びその他の合成ゴム関連製品の米国メーカーでとして設立され、当時ダウ・ジョーンズ工業平均の元の12名柄の一つであった。戦争中は、阻害気球、軍火飛行機のゴム部品などを製造した。政府所有の弾薬、爆発物、 運用及び保守活動などの軍事用の様々なものも、受け負い業者が運営する施設で扱っても来た。その後も様々な変遷があり、1961年に製品と子会社の統一ブランドを作成する目的で、ユニロイヤルを採用して、社名もユニロイヤルとした。ユニロイヤルの最もよく知られているタイヤは、1960年代に導入されたタイガーポーであり、 GM ポンティアック GTO などのマッスルカーの標準装備品として搭載されていた。今日でもユニロイヤルはタイヤラインにタイガーパウブランド名も使用している。1985年、投資家カール・アイ・カーンの敵対的企業買収に対して経営者たちはクレートン投資会社の資金を借りて私的企業にした。その時、ユニロイヤルは全米で5番目に 大きなタイヤ会社であった。この際の借金を返済するために、その科学部門は、イバリー社に売却されて、タイヤメーカーのグッドリッチと合併して、ユニロイヤルグッドリッチ、タイヤとなった。本社は元、グッドリッチの本社、使用工場がある、オハイオ州、アクロンに置いた。この新合併会社の初年度は良かったが、次第に問題が大きくなり、 1990年にユニロイヤルグッドリッチタイヤはフランスのタイヤメーカーのミシュランに買収され独立したビジネスとしては存在しなくなった。今日、米国では約1000人の労働者がミシュランに雇用されユナイルブランドの製品を製造している。同社の長年の広告は米国のタイヤは良いタイヤゲスをモットーとして使ってきた。北米、コロンビア、ペルーでは ユナイルブランドは1990年からミシュランに販売されており、これらの地域以外ではドイツのコンチネンタル AG が1979年に欧州ユニロイヤルを買収してそこから販売されている。ありがとうございます。